はい、お疲れちゃーん。カタールワールドカップに人生をかける男、ケンタロウです。はい、このチャンネルはただのサッカーファンの僕が皆さんと一緒にカタールワールドカップを楽しむためのチャンネルでーす。ということで、今回はワールドカップ前のすごく重要な日本代表の親善試合、キリンチャレンジカップアメリカ戦をスポーツバーでキャッキャキャッキャキャンセルしたいと思いまーすっていう企画だと、あまりにも身を削ってなすぎるので、まあ、ケンタロウさん、カタールワールドカップに人生かけるって言ってるんで、もうちょっと身を削ってほしいなと思いまして、裏企画用意しました。何それ、怖すぎだろそれ、マジで。今回、まあ、日本代表とケンタロウさん一致団結してもらうということで、日本代表選手がファールをしたらショットガン飲んでもらいます。何そのルール、おかしすぎ。そんなルールあります？そしてですね、はい、イエローカード出ちゃった場合、敵が飲んでもらいます。そしてですね、もし万が一レッドカードなんて日本代表の選手がしようもんなら、ピーターソンとなります。やりすぎだろそれ、マジで。もう一発で死ぬじゃん。一発で死ぬ、一発退場です。もしかもさ、俺遠藤航とかワンチャンレッドカードしそうだしな。なので、もし日本代表がズタボロな試合をしてしまった場合は、ケンタロウさんもズタボロになるし、綺麗なサッカーをすればケンタロウさんも綺麗に帰れると。まあね、まあ日本代表は基本的にフェアプレーだから、そこまで荒れることはないんだけど、マジでカードもらった選手は恨むからね。というところで、もうあと30分ぐらいでキックオフなので、早速スポーツバーの方に移動していきましょう。エディプロです。スタメン並んでますね。注目選手誰ですか？アメリカ？アメリカも日本も。アメリカはマジでプリシッチ。こいつはね、今チェルシーでいる選手なんだけど、ドリブルめっちゃうまい。日本誰だろうな、鎌田じゃない？めっちゃブンデスリーガーでフランクフルトで活躍してる選手だから。あとファールしそうな人ですか？ファールリスクあるやつでしょ。ちょっとスタメン見ていい？ファールしそうなやつは遠藤航で、森田ね、結構ちょくちょくイエローカード最終予選でもらってるのが終わるかもの。あとまあ吉田がボンミスでね、なんかちょっと一瞬抜かれて後ろからピッてやっちゃうとかもあるかもしれない、はい、結構ディフェンスラインがやっぱ中心ですね。ディフェンスとやっぱ中盤、守備的な中盤だね。森田と遠藤がマジで怖いのよ。っていうのも、ディフェンダーって要はもうペナルティ付近で PK とかフリーキック与えたくないから、あんまファールしないんだけど、中盤だと結構ファールしてもそんなインパクトないから、そこが俺は本当に怖い。だから森田と遠藤のね、キーパーソンはボランチはもう怖いと。ボランチが俺の酒の命運を握ってる。これもう開始30秒とかでもうえぐい。いや、ワンチャン P とかありますよね。そう、30秒の P は俺もえぐいよ、ほんとに。やりました。怖っ。怖っ。俺、こんな試合の見方するの初めてなんだけど。ファールを気にする。あ、やべ、ちょっと怖い。とりあえずもうずっと日本ボール持っててほしいわ。いや、なんか怖い。うわー。とりあえず開始1分のファールのせいだな。いや、今ちょっと危なかったですね、これやばくない？ました。もう、ある程度飲むと踏んでもうこれです。これ本当に注目ポイントがいろいろあるね、これ。もう今のところファールばっか気にしてるんですけど、日本のゴールも祈りたいけど、ファールしか見てない。肉弾戦が起きないかってずっと見てる俺。はい、取られました。一発目来た。だって言ったじゃん、遠藤マジで。いや、もうこれが売りなんだけどな。じゃあもう今日だけはマジ頼むわ、遠藤。フェアプレーでワンショットお願いします。 OK、 今日一発目いきます。まだ開始3分だよ。このペースだとやばいですね。このペースやばいでしょ。こんなサッカーの見方してるの初めてだから俺。久保君が捉えました。久保武英選手捉えました。いや、もう切り替えの守備がいいんだよ。さっきからまだ2分しか経ってません。早いよマジで。5分で2敗、これやべえよこのペース。どうですか、美味しいですか？うまくねえよ。うまいわけねえ。このペースなんてね、もう先に準備していきましょう。 OKOK、 前半17分、ようやく3つ目。久しぶりですよ、なんか久しぶりだよ。このペースでお願いします。おおおお。まずっ。ノーゴールでした。ノーゴール。もう使わない、シュート決めてゴールして。いやー、マジか。いやー、ギリっすね。ギリだね。 VAR 入りました、VAR。多分オフサイドだよね、これ。今、まあ、出てましたね、ちょっとね。出てた。あれ、あ、ゴールゴールだよ、ゴールだ、1-0。え、なんか絶妙。喜びきれない感じ。いや、うまい。今までゴールしたよ。じゃあ、まあ、ゴールしてから一杯飲んだもんか。もうファール少なすぎて、もう飲み始めてるじゃないですか。いいっすよ。
やばいね。今のはいいチャレンジのファウルじゃないですか。いいチャレンジの久保がまさかのファウル。油断してた。まあ、割とペースとしてはいいんじゃないですか。前半30分で5敗。そうだね。15分間休めるからね。15分間休める。健太郎さんも反対もある。俺、徐々に酔ってるから。どうした今。いきなりペース上げてきました。え、健太郎さんの酔いはどうですか。俺もう 30% ぐらい来てるわよ。まあまだいける、まあ、前半で 30% だったらまだいける、うん、見て目がうつろになってるよ。まあ確かに確かに、うん、あーなんかこっから増える気がするんだよな俺。見てらんねえよ怖くて。こんなに楽しいサッカーがちょっと苦痛だもん今。絶対ファールですよこれ。これファール絶対ファールですよ。ちゃんと見よ、ちゃんと見よ。これ見て、ちゃんと。絶対ファールっすよ。いや、ファールじゃないよ、ファールじゃないよ。全然ファールじゃない。違いました？あ、違うわ。違った。違いましたね。違いました。これちなみに何杯目も覚えてる？7です、7杯目。日本でも言っていい。え、今ファール取った？ファールでした。ケンタロウさんが四隅試合だけファールでした。誰だよ、マジ。1回だけだよ。ギーちゃん。だんだんヒートアップしてきましたね。早くない？ハーフタイム欲しいっすね。ハーフタイム欲しい。あと5分の勝負。いやー、全終わったわ、とりあえず。いや、何杯だっけ？8です。8ね。今16杯ペースです。ただね、イエローカードが出なかったのがでかい。後半危ないですよ、だから。後半危ない、マジで。私結構酔ってます。ハーフタイム中に休憩するわ、とりあえず。15分間休んでください。OK、休みます。ケンタロウさん、後半始まりました。はい、後半始まりました。もう今トイレ行った時で足フラフラね。回復しました、ハーフタイムで。してないね。イエローカードはね、とにかく肝は。イエローででも出たら終わりっすね。もうレッドで多分帰るわ、逆に逃げる。退場、うん、退場。俺が退場するわ。後半一発目。後半一発目、合計で9です。9でね。これはもうやばいよ。めっちゃテキラっぽいだよ。次でもう記念すべき2桁なんで。オーケー。フェアプレーでいきましょう。フェアプレーで。マジで。いやマジで伊藤さん。イエローあるかもな今のは。結構行ってるよね。結構後ろが行ってましたよ今。見てすごいプレー。行きますよ。いややりすぎだ。行っちゃってるよこれ。行っちゃってるよ。イエローあるなこれ。これテキラあるな。俺飲ませるためにこれやってんじゃん。ああ。おお。11杯目。なんで伊藤覚えてくれました。やばい、酔っ払ってきた。酔っ払ってんな。12杯目ですね。12杯目、いっちゃいます。あ、顔がだんだん赤くなってきました。マチの選手でした。マジで。もう17分いってんだ後半。あとちょっとする、あと30分。オッケー、あと30分粘るぜ。日本のファールを取りましたって言ってました。しれっと。どこがファール。あー、 YouTube アルコールどうですか。ちょっと落ち着いてきてるかも。おこれ今の来てる。もうそろそろちょっとイエローカードとかあっても大丈夫かなみたいな。大丈夫じゃねえよ。今なりました。嘘でしょ。もうレンチャン。いや嘘でしょ。なってました。マジでやめろって言って。14杯目。今日初めてのレンチャン。初めてのレンチャン。でも勝ってますからね今ね試合は。全く関係ない。もう試合結果もはやどうでもいいわ。初めて。人生で初めてだこんなサッカーの見方。あと5分ですけどどんな感じですか。なんか落ち着いてきたわマジで。今日フェアプレーやで。もっとねやばいの想像しましたよね。いやもうリアリティギーラーとかあると思ったけど全然大丈夫だったわ。まあ残り5分でカードが出るのかっていうところですね。じゃあ注目してください。ということで。いいんだよマジでさ。あと5分怒涛のファウルラッシュ来ました。これ何杯目だっけ。14とかですね。飲みますね。飲みますね。今のクラッターマジで。あと5分マジで。イエローカードだけやめて。えぐ。マジか。もう飲むわ。いとまに乾杯。えぐい。えぐい。すぎる。これはえぐい。2-0。すごくない？これやば。これはえぐい。
うまっ、やばー、感動すごい。突然終わりました。もう試合終わってんじゃん。ロスタイムなし。全然ファンなかったね。なかったですね。イエローカード結果1枚もないもんね。結果ショットガンが15杯ですか。15杯酔いの多分今40から50杯。もうちょっと飲みましたね。飲んだテキーラ飲んでもよかったけどね。じゃあ飲みましょう。いらねえ、マジいらない、マジでいらない、マジでいらない。じゃあちょっと最後試合の総括お願いします。もう試合の総括もただファールのことしか気にしなくて、もう全然覚えてないんだけど、まあ日本良かったです。ただ思った以上にアメリカ良かった。とりあえずもうね、ちょっとこれフェアプレーすぎたんで、ちょっとまた次の試合でこのテキーラショットガンのお酒企画やりたいと思います。27日リベンジしましょうか。27リベンジしようよ。 OK、 チャレンジカップあるんで、またチャレンジカップあるから、もうエクアドルは多分ね、もうバンバンファールしてくるから、とりあえずあいつらマジでどうするんだけどね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。いってらっしゃい。